セルパは、ポルトガル中央部のアレンテージョ地方にある都市である。面積は1,105.63平方キロメートル、2011年、の人口は15,623人である。付近をグアディアナ川が流れている。セルパの用水路、セルパの城セルパは、古代ローマがイベリア半島を占領するより前から、居住地として存在していた。近隣の町ベージャは、 ミナビルシタニアの首都となった。セルパは、ローマからの植民地開拓者の居住地として成長した。この時期の後には、レコンキスタまでの間、ムーア人が住み着いた。スペインとの国境の近くに位置しているため、この街は常に強固に守られてきた。13世紀には、グアディアナ側の左岸にあることから、カスティーリアに忠誠を誓った部隊に占領された。1281年、 カスティーリ王アルフォンソ10世は居住と拡大を進めるために直令によりこの町をセビリアから分割した。レコンキスタゴの1295年、セルパはポルトガル王ディニス1世から新しい直令を受けた。町は最後のスペイン人の侵入により部分的に損傷を受け、当時の王は城の再建と壁の要塞の建築を命じた。新しい直霊は 前のセルパの領主であったマヌエル一世が1513年に出したものである。17世紀、軍人で建築家のニコルオデ・ロングラは、この壁と要塞を防衛ラインとして用いた。1954年1月30日、セルパの壁は国家記念物に指定された。1974年のカーネーション革命後、ポルトガル共産党はこの地で大きな力を得て、その後、 継続的に人気を保ち続けた。2003年8月2日、セルパの町は市に昇格した。一方、同年1月28日にサンサルバドルとサンタマリアの主要な行政教区を含むセルパの歴史的中心地が単一の行政教区に再統合された。セルパ領域内のグアディアナ川の眺め強制上、この町は5つの行政区画に分けられる。 セルパ太陽光発電所セルパを囲む地域の多くは小麦畑であり伝統的に地域の経済の中心となり多くの人々の雇用を支えてきたそのため伝統的に農家と牧用家が多かったまたスパイシーで匂いの強い当チの名前がついたチーズを生産しポルトガル国内で販売した少し北東にあるピアス地域では 地域のワインを作るためのブドウの栽培が盛んである。2006年4月27日、GE n e g y Financial Service パワーリットコーポレーション及びカタベントルラは、セルパの一地域に世界最大級の太陽光発電所を作ることを発表した。ヨーロッパで最も晴れの多い地域の一つで、ザ、no ・パワーステーションワズ・ノーグアイテッド28 March2007 5万2000のモジュールから11メガワットを発電する。発電所は2007年3月28日から稼働した。リズボンやベージャの都会人が週末ののんびりした休暇を求めて別荘を建てている。シェパーズラムシチュー、ハマグリと豚肉の料理、スイートポテトのペーストリー等が名物料理である。ありがとうございます。